はい、実況させていただいております城本慎一と言います。今からですね、このファミコン版のですね、超時空要塞マクロスをですね、こちらやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、ナムコとバンダイのね、共同制作になっておりますね。この当時でね、ナムコとバンダイね、初めてね、手を組んでね、このゲームを作ってましたけどね、今ね、ナムコとバンダイね、合併してますよね。だからバンダイナムコゲームズのね、本当原点となるゲームになりますね。はい、そう考えるとすごいことですね。1985年ですね。30年前になりますね。この頃にもバンダイとナムコはね、手を組んでたわけですよね。すごいことですよね、本当にね。はい、じゃあこちらね、やっていきますんでね、よろしくお願いいたします。久しぶりなんですけどね、このプレイするのはね、こちらやっていきますね。これはね、なんか名前忘れましたけどね、女性キャラクターな、歌手のね、キャラクターだと思うんですけど、これ変形できるんですよね、こうやってね、いろいろね、こうロボットとかね、これだとね、当たり判定がね、ちょっと大きくなるんですよ。だからちょっとね、これよりやっぱ真ん中のね、これが一番いいですよね。で、もう一つの飛行機のやつは、ちょっと動きが遅くなりますしね、これが一番バランスがいいと思うんですよ、僕は。で、この音楽はですね、当時のね、マクロスのアニメの多分主題歌の、だと思うんですよね。それをゲームの、ゲームミュージックにね、してる感じだと思うんですよね。あ、これ回復ですね。これ絶対取った方がいい。さあ、どこまで行けるかな。3、4面とか5面とか、それぐらいまで行った記憶がありますけどね。まあ、こんな感じのね、シューティングゲームなんで、単純なね、シューティングゲームですよね。なるべく弾に当たらないようにして、こうやってね、行くというかね、もう最初からね、結構ね、弾幕というかね、攻撃が激しいんですよね、このゲームね。一面からしてね。確かこのゲームはあれですよね、敵の機体よりも弾に当たっちゃいけないゲームですよね。機体は別に当たっても大丈夫だったと思うんですよね。あ、しまった。めちゃめちゃまともに食らってたね。よし、これでボスかな。アタック。これで一面のボスですね。この感じね、いけば。よし、回復取った。あれのカウントは確かボスが出てくるまでのカウントだと思うんですよね。そう、やっぱそうですね。これも全部壊すだけでいいですからね、これ。はい、終わった。クリアですね。一面は。まあ、この状態が一番やっぱやりやすいですね。バランスがいいですよね。中間的で。一番中間のね、形態になりますけどね。音楽いいですね、やっぱりね。おっと。僕ね、このマクロスのね、アニメの作品自体は全くね、見たことないのでね、どんな作品なのか僕あんまり知らないんですよ、マクロスはね。まあ、もともとね、ロボットアニメ自体ね、そんなに興味がないのでね、どっちかっていうとね、ドラゴンボールとかね、ああいうちょっとね、人間のね、人間というかまあね、宇宙人ですけども、ああいうまあ、バトル漫画の方が好きですよね。このロボットものよりはね。だから正直ね、マクロスは全くね、知らないんですよ。ストーリーもね、あんまり知らないんですよね。すごく面白くてね、感動的なね、いい作品だとは聞いてますけどもね。さらば宇宙戦艦ヤマトとかね、そういうね、宇宙戦艦ヤマトとか、マクロスとかね、いっぱいありますけどね。あんまりね、見ないんですよね、そういう作品はね。まあ、やっぱマクロスといえば僕はもうね、飯島真理さんを思い出しますけどね、ミレイヌかなんかそのね、ヒロインのね、歌手役のね、あの人の、その歌を歌ってるのが、その飯島真理さんなんですけどね。それを思い出しますけどね、マクロスって聞いたらね。それぐらいしか知らないんですよ。それぐらいの知識しかないんでね、そのゲームのストーリー的な知識は全くないんですよね。あ、やられちゃったな。一気死んじゃったね。よし。この携帯でやっぱやってた方がいいな。
音楽いいなぁ。で、このゲームは、この当時にしてはね、もう押しっぱなしでね、連打してくれるんでね、それ助かりますよね。自分で連射しなくていいんでね。お、回復回復。よし。基本的にこれね、もう敵の弾の動きを見てね、避けた方がね、いいですよね。もう怖い怖い。これ誘導弾ですからね、こいつのね。あ、ちょっと食らってた、今。おー、怖っ。あ、しまった。今めっちゃ食らってもんだな、あれ。変な、針みたいなやつね。回復。おぉ。これでボスですね。これあれかな、あのカウント内に倒せなあかんってことかな、ボスをね。お、足まった。これでまたもろいね。うわ、やばいな。結構減ってるな。ちょっと冷静に避けながらやっとかないとね。あー、惜しいな。もうちょっとやっとにな。いや、こっからなんや。厳しいな。あんなに進んだのに、ボスまで行ったのに、こっからなんや。この音気持ちいいね、敵倒した時の音がね。うわ、食らってたな、結構。おう。結構、動き、ね、敵の弾幕とかね、動きが激しいのでね、結構難易度高めですよね、このゲームね。あ、やばい。基本的にこのゲームはね、この繰り返しですよね。これだんだん難易度高くなっていくっていう感じのゲームですよね。ステージのなんか景色とかもずっとこんな感じだね、同じことの繰り返しだったと思いますね。あ、やばい。ここであんまり食らってたらな、ボスって持たなくなるからな、ボス戦で。うわ、ヒットポイントないな。これ多分ラス位置やね、命ね。おぉ。うわ、やばいな、これ。おぉ、食らった。もうこれあと一発食らったら死んじゃうからね。あー、やっぱりあかん。やっぱあかんな。まだ命あったんや。これはちょっと弱いからやめとこう。またこれ最初からっていうのは厳しいね。途中からじゃないんや。
せめてね、ボスまでにね、どんだけ、ヒットポイントをね、持たせるかっていうね、ことでね、あんまり減らさずにね、持たせたことができるかっていうところが勝負でね、これね。あ、やばい。もうめっちゃ減ってるやん。これじゃ厳しいな。回復を取りたいとこやけどな、とりあえずな。お、怖っ。うわ、うわ、今めっちゃ減ってたな、食らってしまったな。あー、終わっちゃった。あ、これで、じゃあね、終わりたいと思いますんでね、はい、ご視聴ありがとうございました。このサンダーバードっていうのね、これね、やってみたんですけどね、前一回ロケハンでね。これね、一回前やったんですよ、僕ね。ロケハンでね。やったらちょっと驚いたんですけどね。あれ、スタートできないぞ。あ、始まった。これまあこういうね、ゲームなんですよ、これね。これ連打できるんですけど。これね、すげえ、うわ、これ面白そうって思ったんですよ。これね。これ分かる人が見たら分かると思うんですけど。これ要するにね、ナムコのね、超時空要塞マクロスの改造ゲームなんですよ。だからね、ちゃんとね、これ飛行機もちゃんとこれ変化するよ、するんですよ。ね。これね、マクロスの改造ゲームなんですね。はい。ただ、画面がこういうちょっと感じの画面になってるだけで、解説しました。はい。マクロスなんですよ、要するにね。すげえ連打ですね、これ。効果音で分かりましたよ、これ、マクロスだって。音楽は違いますけどね。これ分かんない人は分かんないと思いますけど。すげえ連打やな。あれ、踏まないぞ。あ、これでクリアか。面クリアしましたね。まあ爽快感はね、ありますからね。この連打でこんだけ敵倒していく感じっていうのはね。あ、やられた。まあこんな感じなんですよね。はい。ジャイロダイン。マクロスも入ってるよね。マクロスって。またこれやな。え、2015年って書いてある。え、どういうこと？改造ばっかこれ。2015年って書いてあるってことは。改造版のマクロスなんかな。懐かしい。あ、でも改造版のところもないかな。これ分離できるんですよね。分離。ちょっと待って。これが一番、あら、これが一番マシなんですよ。マシっていうか、一番使いやすいというか。一番スピード的にもバランス良くて使いやすいんです。めっちゃやられてるな。前もね、僕実況プレイやってますけど、あ、これパワーアップですね。あ、回復しましたね、今ので。
ちょっとね、どうしても宇宙のシーンが多いんで、ちょっとね、時期がちょっと光ってると思いますけど。よいしょ。あ、やられた。まあ、ちょっとごめんなさい。はい。違うゲームやりますね。